今回は元テレビ局員のお二人によるテレビ局の面接に挑戦。普通の会社では問われない質問や独特な選考基準とは、さらに今のテレビが抱えている深刻な問題に関係する質問が、果たしてシュンはどのように答えるのか、ぜひ最後までご覧ください。どうもシュンです。こんにちは。今日はバンクシーっていう会社にお邪魔させていただいております。元テレビ局員のお二人に来ていただきました。お願いします。お願いします。はい、どうも株式会社バンクシーの会長の西江と申します。株式会社バンクシーの斉藤です。よろしくお願いします。シュン君がこの3日間で考えてきたテレビの企画を話してください。企画としては、まだ売れてないお笑い芸人が転職をする物語を追う番組を作りたいなっていうふうに思ってます。お笑い芸人の方って、売れる人ってほんの一握りだと思うんですよね。お笑いのスキルって、広く言えばコミュニケーション能力だと思ってて、いろんな仕事に活かされると思うんですよね。例えば営業とか、そういった、そこまで売れてないけど、その人たちが意向に沿った形で転職して活躍できるまでのバラエティ的に追うっていう番組を作りたいなっていうふうに思ってます。売れない芸人はもう夢を諦めちゃった。2つあって、夢は追いたいけどお笑いしかやってこなかったから他の選択肢も見たいと思っている人、あともう一つは1回一世を風靡して一発当てたけどその後鳴かず飛ばずでセカンドキャリアを考えてるような人。お笑いを諦めたくないしそれ一本でバイトだけでいいやみたいな人が対象です。オーディションをできたらなと思ってて、そのテレビに出れるっていう動機でバイトでいいやって思っててもそのテレビができたいっていう動機で応募していただいても全然いいかなっていう風に思ってます。番組を通じて自分の未知の可能性であったりとか、視聴者の方も自分が知らない世界に飛び込んで今まで持ってた自分の領域を活かせて活躍していく様子が分かれば、まあ、自分もなんかやってみようかなって思ってもらえたりするかなっていう風に思いました。放送の曜日とか時間とか、あとどんな人に見てもらいたいですか？はい、木曜日の夜11時半を想定しています。でターゲットとしては25歳から32歳のセカンドキャリアをちょっと考えて、まあ、第二新卒から転職をちょっと考え出したサラリーマンの男性をターゲットにしたいなと思ってます。 MC とかは誰がいいですか？予算とかを考えると小坂大魔王さんがいいかなっていうふうに思ってます。小坂さん自身もずっとお笑い芸人をやっててで売れたとは思うんですけど、爆発的には売れずにそこから歌という領域に進出してピコ太郎でヒットして、でその後にビジネス界隈にもまた進出してニュースピックスの番組を MC やったりとか、いろんな可能性に挑戦している方、そういった方を MC にできたなっていうふうに思ってます。レギュラーとかありますか？3から4人ぐらいいたら嬉しいなっていうふうに思ってます。で小坂さんと準レギュラーみたいな形で何人か、まあ残り3人ぐらいいたらいいなっていうふうに思ってます。まあそれは女性のタレントが1人と当事者意識を持って見てるお笑い芸人の方、文化人枠でお笑いではないけども副業であったりとか複数のキャリアで活躍されてる方1人ずつの合計4人でスタジオ収録ができたらなっていうふうに思ってます。福田さんが考えるその企画の面白い理由、どうしてその企画が面白いのかっていう理由を端的に、一文字で述べてる正月の感じかもね。人が成長していく様子を領域が変わったところで見れるっていうところが一番の面白いところかなっていうふうに思っています。具体的に言うと、ずっとお笑いでやってた方がお笑いで売れていく様子ももちろん面白いと思うんですけども、お笑いの方が別の領域で活躍する様子っていうのが今まで番組とかで見たことはなくて、成長の種類が別のベクトルに向いてるっていうところが一番の面白さかなっていうふうに思っています。テレビってもう少なくとも何百万人が同時に見てるめちゃくちゃ大きな媒体なんだけど、その媒体時代を通じて何を伝えるためにテレビに入りたいのか、まあ要するに簡単に言えば信念みたいなところを聞きたい、うんうん、自分自身は社会にインパクトを与えたいなっていう気持ちはとてもあって、今それを YouTube でやってたんですけども、何を伝えたいっていう明確なものは今は就活に関する情報とか機会なんですけども、結論変わっていくなっていうふうに思って自分が作るものが多くの人に見てもらえて、そこの影響力のインパクト度みたいなところに幸福を感じると思うので、何でも楽しいだろうなっていうふうに思ってます。インパクトが大きいというのは何でいいんですか？1人を幸せにするよりも10人幸せにした方が誰かに貢献してる感じもあったりとか、自分自身の影響力も上がったなという自己肯定感が向上するから、1人に影響を与えるよりも10万人に影響を与えた方が僕は幸せにできる総量が大きいから自分も不幸せだなっていうふうに思います。部署の移動とかがあるんですけど、そういうのはどうですか？結論、部署移動ウェルカムです。そういうのもずっと一つの部署で突き詰めるっていうのも楽しいと思うんですけども、いろんな報道とかバラエティとかいろんなことをすることによってバラエティの要素を報道に生かしたりとか逆もできると思うので、積極的にいろんなことに取り組みたいなっていうふうに思ってます。ウェブメディアとかいろいろあるんですけど、そこをなんでテレビにしたの？
ネットのメディアとかはたくさん出てきてて、影響力も一定の層には大きいと思うんですけど、テレビというアセットっていうんですかね、ネットが普及したといえど、やっぱり一番最も影響力が高い媒体だと思うので、そこの土台であったりとか、チャンネルで発信できるっていう場所であったりとか、コンテンツの質っていう点でもやはりテレビが今一番高いなっていうふうに思ってるので、自分自身、学べる部分が大きいなっていうふうに思ったので、入社したいなっていうふうに思いました。今後どうやったらテレビはコンテンツが飽和する時代で目立っていけるのか、地位を確立できるのかっていうところは何か考えてるとこありますか？うんうん、テレビでしか見れないっていうことに価値はだんだん減っていくと思うんですよね。なので私としてはテレビも同じ土俵で戦わざるを得なくなるなっていうふうには思ってます。なのでそこの中でどう戦うかっていう点に関しては、テレビでしかできないこと、例えば大きな予算をかけて企画をするであったりとか、芸能人のネットにはあんまり露出していないキャスティングができるとか、テレビでしかできないことがあると思うので、同じ土俵でテレビしかできないことを突き詰めてやり続けるっていうのが大事かなっていうふうに思っています。あんまり答えとして説得力ないですね今そこは結構準備した方がいい点かなとは思いますね。そのテレビを受けるにあたっては現状突きつけられてる課題だと思うので、テレビがその解決策とか考えてテレビに入ってきてるのかなとかは見られてるんじゃないかなと確かに思います。結果発表の方お願いします。せーの、採用。おー、マジっすか。はい、おめでとうございます。嬉しい。おめでとうございます。そうですね、84点。おー、ギリ。企画のところとかって結構難しい質問だったんだけど、まあ多分とっさに考えたところはあると思うんだけど、結構その回転力みたいなところは結構いいなと思って、結構ね、想定外の質問めっちゃ飛んでくるから、そこで考えてないふりをしつつ即答するみたいなスキルって結構大事で、でもこれって多分その企画が面白いかっていうのもまあ最低限必要なんだけど、アドリブ力っていうのはめっちゃ大事。まあチームワークでやっていく中で、なんかやっぱ自分の意見をとっさに言えないと回んないから、なんかそういったところはかなり良かったかなと思って、まあ企画自体はまあちょっとそんな俺が面接した時にとっさに言われたのは、企画書を筆記試験で書いて、でそれが次の面接で使われたのよ。で俺それ全然知らなくて、君前回の筆記試験でこういう企画書書いてるけど MC のとこ空欄だけどなんか考えあるみたいなことを聞かれて、俺何も考えてなくて、うん、って考えてとっさに思い浮かんだ、その時好き、まあ普通に今でも好きだけど、マツコ・デラックスさんって答えて、でその理由もしっかり論理的に、マツコさんっていうのはこういう特徴があってこの企画にどういう毒舌なコメントが入るみたいな、なんか結構論理的なことをパッと返せて、おおって言われたから、アドリブを論理的に構成して伝える頭の回転っていうのは結構大事かな。点数で言えば80点です。おお、ギリセーフ。ぶっちゃけて言うと、まだ質問に例えばテレビの今後とか考えてないというところで、まあ、本当にテレビ好きなのかなって本当は疑われるんじゃないかなっていうとっさだからね、まあ、とっさだからっていうのがあって、まあその時点では70点です。で不採用だったんですが、しゅんくんが YouTube をやってるという事実で、登録者もしっかり伸ばしてる、 YouTube 界隈に詳しいっていう事実でプラス10点です今日1個も出てこない動画で1個も出てこない大変やばいな。やっぱテレビ局も結構今 YouTube にはどんどん参入したいと考えてて、テレ朝さんとかテレ東さんとか積極的にめちゃくちゃ YouTube やってるテレビ局もあって、どんどん YouTube には参入したいって考えてると思うから、そういうことに詳しいプラスデジタルネイティブというか、そういうのにめちゃくちゃ触れてきた人材っていうのはもう経歴だけでも欲しいんじゃないかなってのは考えてて、あの上の人たちが知らない YouTube とかネットのメディアについて結構詳しいですよっていうのは、まあ、武器になるんじゃないかなと思います。